同盟史戦争は、紀元前91年から紀元前87年にかけて、都市国家ローマと同盟を結んでいた、同盟史のうち、主にイタリア南部の都市国家や部族が、ローマ市民権を求め放棄した戦争である。同盟史の市民は、ローマ市民の倍近くいたとも推測されており、自治権はあったものの、独自の外交、軍事行動を取ることはできなかった。ピーター・アストバリー・ブラントは、 この戦いでは、双方を合わせて、約30万の動員があったと推測しており、ガエターノ・デ・サンクティスは、彼らの目的を、近代のイタリア統一運動と結びつけ、全イタリア人のためのイタリア創造とみなした。共和制ローマは、幾多の戦争を勝ち抜いてきたが、この同盟主戦争はその中でもかなり重要と、考えられている。これによってイタリアは統一されて英国化し、 後の帝政ローマの中心地となって、その後の拡大と寿命を支えることになった。また、イタリアの地方言語をラテン語に統一したことで、ヨーロッパ全域でラテン語が使われることにつながったとも考えられている。しかしながら、ティトス・リウィウスの著作の大部分が失われ、この戦争に関する記述の多くは、アッピアノスに頼らざるを得ず、その内容は曖昧で、 戦争の原因を含めて多くはそこから推測するほか、ないのが実情である。ローマ人はイタリアを征服していく過程で、前線基地として、植民地を作ったり、既存の市に植民者を入れてきた。獲得した工作地はすぐに植民者に割り当て、または売却したり賃貸してきたが、残った多くの後配地については10分の一税を、取って希望者に貸し出した。このことで、 労働力としてのイタリック人を増やし、同盟者を増やすつもりだったのだが、現実は逆で、止める者が未分配の土地を手に入れると、時間とともに、周囲からも土地を吸収し、そうして、手に入れた広大な土地を守るため、兵役のない奴隷を集め、市役することで、止める者はさらに栄え、奴隷の種族も増えていった。その一方、イタリック人たちは、数も減っていき、 兵役と納税に追われ、奴隷にならずに済んだとしても、ただ無意に過ごしていた。アッピアノス、内乱期1.7期限前6世紀頃のイタリア周辺の五イタリック人たちは、過去数度にわたってローマと対立し、その結果として支配下に入っている。彼らは、直接的な金銭負担はなかったものの、ローマの決定した戦争への兵力教室義務を課されており、獲得した領地は、 ローマが独占したため、その恨みは募っていたものと思われる。しかし、彼らの反発はまとまったものとはならなかった。彼らのリーダー格である富裕層が、ローマから自分の死での地位を保障されるだけでなく、金銭的なメリットを享受していたためと考えられる。例えば紀元前193年には、ラテン人やイタリック人を利用した迂回有志によって、 利息制限を回避することが問題となり、センプロニウス氏族のマルクス・トゥリタヌスがこの問題に対応し、彼らにも利息制限がかけられている。彼ら富裕層は、ローマのこういうの利用権を持ち、さらに、属州での商売が許可されており、組織だった抵抗を見せることなくローマの支配に甘んじていたが、その状況が変わってくるのは、ティベリウス・グラックスの頃からである。 イタリア人の運命は残酷だった。彼らは自分たちが守っている国の市民権を求めていたのだ。毎年の戦争では、騎兵と不評ともに2倍の兵力を提供していたにもかかわらず、彼らの流す地によって同じ地を引く人間たちを外国人と見下すほどに上り詰めた国家の市民権を得られなかったのだ。ベレーブス。 ローマ市2.15にイタリック人の対ローマ感情は、オスクゴーボ語とする集団と、エトルリアやウンブリアとで大きく異なる。また、例えばユグルタ戦争でユグルタに包囲されたキルタには、イタリア出身の事業家たちがいたとされるが、その中には、ローマ人だけでなく、イタリック人も含まれていたと考えられており、これらの事業家の多くが、南部の海軍同盟市出身であった可能性が高い。 エトルリアやウンブリアはあまり激しい抵抗をせずローマの支配下に入ったが対照的にオスクゴ族は例えばカウディウムの戦いのように記憶に残る激戦の末に兵力教室義務を課されておりエトルリアやウンブリアは兵力教室義務がなかったのではないかとの推測もある彼らが軍隊を提供したのはハンニバルやガリア人にローマが攻撃された時代の話だった そのため、エトルリアとウンブリアの対ローマ感情はそこまで悪くはなく、公益にもあまり熱心でなかった彼らの関心は、公有地の利用権にあった。一方、オスクゴ族の関心は、市民権にあったと考えられている。彼らの中でもマルシニンはあまり対立してこなかったが、サムニウム人は激しい戦いを経験しており、ローマ人が海外で戦うたびに借り出された同盟士の兵力は、 ローマ軍を上回っていたが、彼らは差別的な扱いを受けていたとも考えられ、高位政務官のフルーインペリウムに抵抗するためには、せめてローマ市民にはワレリウス法などで認められていた上訴権が必要だった。グラックス兄弟の母コルネリア、フィリップ・フリードリ・ヒフォンヘッチュが、シュトットガルト州立美術館収蔵。ティベリウス・グラックスは、ローマ市民の信頼には応えたが、 同盟国やラテン人との条約は守らなかった。キケロ国家論3.29ローマの五民間、ティベリウスグラックスが、紀元前133年に定めたセンプロニウス法によって土地分配三人委員が結成されたものの、それはイタリック人が持っていた公有地の利用権を脅かすものでしかなかった。そのため、イタリック人たちは初めてローマ市民権を意識し始めたという。 土地を利用していたイタリック人は、分割を絞り、引き伸ばし、その抵抗を和らげるために、市民権の付与も考えられた。三人委員の一人でもあったマルクス・フラックスが、後押ししたものの、元老院の反対にあったとアッピアノスは記している。しかしこの公有地の利用権は、スキピオ・アエミリアノスの影響力によって、元老院の横槍が入り、現状維持されることになった。ローマは、 紀元前125年のプライトル、ルキウス・オピミウスがラテン植民史のフレゲッライを破壊するという行為に及んだものの、この頃からイタリック人の私独自の政務官に対しては市民権を与えるようになったと考えられている。ラテン植民史は古くはローマ人とラティウムに住んでいたラテン人とで建設されたが、ラティウム戦争終結後は、むしろ、 ローマ人が主体となって建設されており、ハンニバル戦争の時でも、最後までローマに忠誠を誓った都市軍で、このようにラテン植民主を攻撃することは、当時のローマとしては考えられない行為であり、その原因は、以前からフレンゲラエに流入していたオスク語族の影響を嫌ったためではないかとも考えられている。またフレゲラエは、タイサムニウムの要塞軍の一つでもあった。次に、 ガイウスグラックスがやってきた。しかし彼の土地分配法も、紀元前121年の彼の死とともにうやむやとなり、公有地の利用権にはさほど影響を与えなかった。また、海外での公益にも影響はなかった。しかし、思わぬところで影響が出ることとなった。それは、その頃設置された政務官による強括を裁く常設審問所の審判人を、 元老院議員からエクイテスに移しとする方であった。デキムスユニウスブルトゥスカラエクスの故事を再現した、忘客の祭典でのエクイテスエクイテスは、ケンソルによって登録される、国からこういう場を支給される階級と、私的に馬を所有する人々とがあり、例えば、カンパニアのエクイテスは、ハンニバル時代から、完全なローマ市民権を所有していた。エクイテスは、 小税や金融業に関わってきており、イタリック人の事業家は商売と公益に携わってきたが、エクイテスが審判人として社会的影響力を増すことによって地方でのイタリック人の商売を侵食される可能性が出てきたのである。しかもこの審判人をめぐる争いに市民権がないために民会で投票できないイタリック人は全く介入できず同じ理由で 自分たちの商売に破壊的影響を及ぼすであろう、立法を防ぐこともできなかった。市民でない者が市民権を享受するのは間違っている。このことは、賢明な二人の失政官、クラッススとスカイウォーラによって、法的に解決されたが、外国人が首都を享受できないようにするのは、非人道的だ。キケロ、義務について3.47期限全218年頃の、 ローマ公有地、同盟資料、植民資料深刻に市民権の必要性を悟ったイタリック人たちは、おそらく首都ローマで抗議を行い、民会に紛れ込む者たちも出たようで、その対策として、紀元前95年の領事司令官は、ローマ市民権を持たない、ラテン人やイタリック人を首都から追放する力に薄むキウス,キュースポーを通過させた。このことは、今までおとなしかった。 イタリック人の富裕層も、反ローマ活動に向かわせたと考えられており、キケロの途中で知られるアスコニュースペディアヌスは、この方を、同盟史戦争の原因としている。また、土地をめぐる争いを動機とする研究も行われており、同盟史戦争で反乱が起こった場所と、グラックス時代に土地分配が行われた場所とが重なっているという、指摘もある。 イタリック人にとっては土地をめぐる争いは常に不利な立場でローマ人に圧迫され続けていたとも言える。エトルリア南部の発掘調査によって紀元前2世紀に開発が進み紀元前1世紀にかけて人口が増加し発展していったことが伺われイタリア半島の他の土地でも同じように開発が行われ土地の奪い合いが起こっていたのではないかと考えられている。エトルリアには 紀元前2世紀の前半にサトゥルニアやグラウィスカへといった植民主が築かれ、他にも希望者にある程度の土地を与えて植民させる個人的土地分配も行われており、グラックスの土地分配委員会も活動していたことがディーベル・コローニャアームに記されているという。また、ウンブリアには紀元前3世紀からラテン植民主が築かれ、彼らは アエミリア街道とフラミニア街道沿いに建設された植民地によって封じ込められていた。英ゲ海沿いのピケヌムにはサビニ人から分かれたピケンティ人が住んでおり、肥沃な土地で果物の栽培に向いていたが、紀元前268年の失政官ソプストル・ドスによって平定されて海岸沿いの土地を奪われ、アスクルム周辺だけがピケンティ人のものとなり、サラリア街道が通された。 それ以降、紀元前184年のポテンティア入植を、はじめとして、グラックス時代にも入植が続き、紀元前117年に、アスクルムの南を通って、ハドリアへ抜ける、カエキリア街道が伏設されてからは、周囲のローマ領の発展からは取り残されていた。ローマの入植によって構築された防衛ライン。青は、ラテン植民地。中央アペニン山脈に住む、ウェスティニ人。 マルキニ人、パエリグニ人、フレンタニ人、マルシニンといった高戦的な民族に対しては、紀元前303年のアルバフケンスなどの植民史建設以降、紀元前2世紀に活発に入植が行われていたと考えられ、紀元前154年にはパエリグニ人の首都コルフィニウムやマルキニ人の首都手当を経由してアドリア海へ抜けるウアレリア海道が敷設され、さらに、 紀元前110年頃には、見抜きや街道も通された。このような交通の要衝であったため、コルフィニウム周辺も、グラックス時代に入植が行われた可能性が高い。イタリアのかかとにあたるアプリアでも、ハンニバル戦争後の紀元前3世紀末から、植民地が建設され、さらに、グラックス時代に肥沃なプッリアで大地に大規模な入植が行われていたことが、 発掘調査などから判明している。共和制末期にもアプリアに霊災農家が存在していたことを歴史家マルクス・テレンティウス・アロが記している。最も割りを食っていたのはサムニウム人で紀元前4世紀には空からルケリアまで続く植民主軍によって封じ込められ、さらにピュロス戦争後にはアエセルニア、アウフィレナ、アリハエといった良い土地を奪われ、 ベネウェントムまでの第二防衛ラインを築かれた。これによって、ヒルピニ族とペントリ族は分断され、カラケニ族はペントリ族に吸収された。ハンニバルのアルプス恋後に、ローマに反旗を翻した、カウディニ族とヒルピニ族はさらに土地を没収され、カウディニ族も自治を奪われた。さらに、紀元前2世紀には、スキピオアフリカノスの退役兵入職や、 リグリア人の強制入植、グラックス時代の入植が続いた。アエクラヌムなどは例えばアエクラヌム出身で、ティトス・ディディウスやルキウス・コルネリウス・セッタの下で同盟士と戦ったミナティウス・マギウスのようなものもおり、入植の影響によってかなりローマと同化していたと見られるが、サムニウムの他の死も影響を避けられず、先祖伝来の牧畜から農業への転換は進んでいたものと推測される。 彼らにとって豊かな土地を独占し最新技術とローマの意向を背負ってやってくる入植者たちはかなりの脅威でローマで次々に土地分配法が成立したことがずっと土地を削られ続けていた彼らを反乱へと向かわせたのだとしても不思議ではないこの戦争を同盟士戦争と呼ぶのは少しでも聞こえを良くするためで実際には市民に対する戦争である同盟士が ドルススの権力欲にそそのかされ、自分たちの力で大きくした国の市民としての権利を正当なものとして要求したところ、ドルススは仲間たちに裏切られて焼き尽くされ、今度は彼らに対してその炎が向けられたために、彼らは武器を取ってローマを攻撃したのだ。この最悪ほど大きく悲惨なことが他にあるだろうか。フロルス、ローマ氏。 概要2.6リウイウスの散逸した部分の概略によれば、紀元前91年、マルクス・リウイウス・ドルススは、イタリック人たちに市民権の付与を約束し、土地分配や穀物供給に関する法や、審判人を元老院議員とエクイテスで半々にする法を通過させようとしたが、イタリック人との約束を守れなかったため、彼らの怒りが同盟支戦争へ借り立てたとしている。 土地分配法の失敗は、エトルリア人やウンブリアの人々にとっては、朗報であったろう。そのため、彼らは同盟史戦争に加わらなかったが、ローマ側に味方もしなかった。だが、他のイタリック人にとっては、このドルススの失敗によって、彼らの軍内での地位向上や利権侵害に対抗するために必要な市民権への道を断たれてしまったのである。リウィウスの他に、キケロや、 大プリニウスも、このドルススの失敗を同盟史戦争の原因とみなしている。中央下にローマ。右端中央から下に、ピケンティ、プライトゥッティ、ウェスティニ、マルキニ、サムニテス。右の中央トロントガー中流に、アスクルム中央左寄りにローマ。右の山岳地帯に上から、ウェスティニ、パイリグニ、マルシと並ぶ。パリグ内の N の上に、 コルフィニウムイタリカの鋳造したコイン。バイトルと刻まれている。イタリカの鋳造したコインのモチーフ。イタリアの語源とも言われるお牛がローマの象徴狼を組み伏せている。彼らはパイリニの首都、コルフィニウムを全イタリック人の首都とし、そこに軍隊を招集してイタリカと命名した。彼らは権利を得るまで2年間戦い続け、 マルシニンが反乱を起こしたためマルシ戦争とも呼ばれたが、これはポッパエディウスによるところが大きい。ストラボン、チリシ5.4にイタリック人の反感の高まりを受け、ローマは各地に全政務官権限を持つ監視委員を派遣した。マルシニン、サムニウム人、ルカニア人、カンパニアなどに送られたが、紀元前91年末、そのうちの一つアスクルムで、 危険ティビトを監視していたプライトル、クイントゥス・セルウィリウスが殺害される事件が起こった。おそらくマルシニンと思われるクイントゥス・ポッパエディウス、シロラによって反乱が起こり、彼らは、ローマに対抗するため独自の国家設立を宣言し、イタリカ、もしくは、イタリアと名乗った。エルンスト・バディアンらは、キンブリテウトに戦争でのイタリック兵の活躍と、ガイウス・マリウスら地方のノース・ホモの活躍によって、 イタリック人が自信を持ったのではないかとしている。イタリカの体制については、シケリアのディオドロスの断片の旧世紀に残された、ようやくから、ローマの体制の模倣と長らく考えられてきた。すなわち、コルフィニウムを首都とし、500人からなる元老院と、イタリカ元老院に、毎年任命される2人の執政官と12人の、プラエトルからなる組織である。しかしながら、 戦争中にもかかわらず毎年任命、もしくは選挙することができたのかどうか、説得力のある説明は未だされていない。イタリカの軍事指導者の地位は、アッピアノスはその幾人かをインペラトルとし、リウィウスの概略では、ドゥクスとしている。また、彼らは、イタリカ軍は民族ごとに分かれていたようにも、描写している。イタリカの首都は、紀元前89年には、アイセルニアに移されたが、 サムニウムの指導者の一人であったガイウス・パピウス、ムティルスの死後、ポッパイディウス・シロに、思考のインペリウムを与えることが決定されている。ポッパイディウス・シロは翌年外戦式を挙行しているため、この思考のインペリウムは、ト取りラ内見付きの完全なインペリウムを指すものと、考えられている。このように、いくつかの資料からの推測として、イタリカの指導部は、サムニウムのムティルスと、 マルシニンのポッパイディウス史郎最高司令官とし、その下に、各民族から選挙によらず任命されたインペラトルが、つき、彼らは死亡すると交代していたと考えられる。イタリカは戦争遂行のための組織であり、彼らの目的は、これまで市民権の獲得、法の下の平等、ローマからの独立など、様々な説が提示されてきたが、おそらく市民権の獲得であったと考えられ、 ローマ人よりも先に、インペラトルを正式な地位名として使用していた、可能性もあるという。なお、彼らの発行した効果には、イタリア、もしくはそのオスク後のバイトルと刻まれていた。同盟史戦争後の紀元前82年、再度立ち上がったサムニウムの司令官は、コッディナモンの戦いでこう叫んだという。ローマは、ハンニバルに、 あと3マイルのところまで迫られた時以来、最大の危機にさらされていた。ローマ最後の日がやってきた。イタリアの自由を奪った狼と揉め。この巣をぶち壊さない限り、奴らはまた湧いてくるぞ。ベッレーブス、ローマ市2.27マリウスは敵に向け陣を張り、マルシ軍のポッパエディウスもそれに習った。彼らが前進して向かい合うと、敵意が行為に変わった。兵たちは、 お互いの中に、個人的な友人や戦友、そして親戚を認めたのである。彼らは、お互いの名を呼び合い、殺し合わないように呼びかけ、ジンバオリを脱いで腕を伸ばし、包容した。マリウスとポッパエディウスも、軍から進み出て、市民権について、話し合いを始めた。兵たちは、その間、まるでお祭りのように喜んで待っていた。シケリアのディオドロス、 歴史総書3 7 1号期限前90年の冬、ローマでは、失政官、ルキウス・ユリウス・カエサルが提案した、反乱に参加しなかった、同盟主とラテン人に、ローマ市民権を与えるユリウス法が可決された。市民権を得た、エトルリア人やウンブリアの新市民は、現35トリブスではなく、その後に投票する10の新設トリブスに登録されたという。 よく紀元前89年、古民館、マルクス・プラウティウス・シルーアヌスとガイウス・パピリウス・カルボは、60日以内に、プラエトルに申請した同盟士の人間に、市民権を与えるプラウティウス・パピリウス法を通過させ、執政官、グナエウス・ポンペイウス・ストラボは、トランス・パダニに、ラテン市民権を与えるポンペイウス法を成立させた。このような妥協案によって、紀元前88年には、 サムニウムやルカニア人を除いて降伏した。これまで、同盟士の提供していた兵力は、同盟士がその経費を負担していたが、ポーガワイ南の同盟士がローマ市民化したため、正規軍としてローマの負担となり、その結果経済的に重大な影響が起こったのではないかと推測する説がある。従来、マリウスの軍政改革によって、ローマ軍が指揮官個人の私兵と化し、 それによってこの後に続くスッラ、マリウス・キンナとの内乱が起こったという説明がされてきたが、北が内乱の規模が拡大したのは、同盟士もローマ市民となった結果、彼らも市民として内乱に関与したからではないかとも考えられる。国庫は完全に不定し、兵糧にもことかくありさまだった。やむにやまれず、カピトリウム周辺にあった、渋ラの諸管理15人委員会、人議官、 アウグル、新幹らの資産を売却し、当面の赤字を回避することができた。オロシウス、イ教徒に対する歴史5.18増大した、軍事費は国庫を圧迫していた。P.A. ブラントの仮説では、ローマの保有していた、軍団数は、同盟史戦争前の6に対し、同盟史戦争中は、最大32まで増大している。さらに、紀元前十八年には数だが、 ミトリダテス戦争に向かい、他の国外の戦線も維持する必要があった。マイケル・クルフォードは、ローマの貨幣中造三人委員が使用した、金型数を推測しているが、紀元前90年だけ突出して多く、増大した軍団に対応するためと考えられる。ミトリダテス六星によって豊かなアシアからの税収も途絶え、アエラリウムはすぐに不定し、 奴隷解放時に取り立てていた5%の税を、ガリア人との戦費の名目で積み立てていた金にも手をつけ、アルジェント・プブリーコと刻まれたデナリウス銀貨が発行された。こうした混乱は、同盟市戦争後も続いたと考えられ、税収の激減したマリウス・とルキウス・キンナ、グナイウス・カルボとコマリウスは、スッラを迎え撃つための戦費をイタリック人から集めており、さらに、 各神殿の宝物庫からも資金を調達し、アスクルムの戦いの戦利品に目をつけ、それを没収するため、外戦将軍ストラボの息子、グナエウス・ポンペイウスを訴えている。内戦に勝利したスダは大量の戦利品と共に帰国したが、彼は資産家として亡くなっており、大して国に収めなかったと思われる。同じアシアの同じミトリダテスによって得られた教訓を忘れてはならない。 あの時、アシアでは多くの人が多くの資産を失い、ローマでは返済が滞り、信頼関係が失われた。このローマとフォルムにおける貸し借りと信頼関係は、アシアにおける投資と切っても切れないものだ。キケロ、ポンペイウスのインペリウムについて19ローマでの貸し借りは、効果の流通量、担保となる地価、そして信頼関係に基づいていた。国家は、 効果の流通量をあまり調整していなかったため、急激な変化には対応できなかった。地価は安定していたものの、これが下がれば融資も連動して縮小することになる。同盟市戦争が始まると、イタリック人の支配領域からの収入は途絶え、担保としての価値を失い、債権者による取り立てが始まった。加えて戦乱による先行き不安によって誰もが現金をかき集めて、 高価流通量が減り、土地価格の下落が起こると、さらに信用収縮が進むことになった。この問題に対応した、紀元前89年首都プライトルのアウルス、センプロニュース・アセッリオは、債務者救済策を打ち出したものの、民衆の暴動によって殺害された。紀元前88年の失政官、スッラとクイントスルフスは、利息を12分の1に制限し、 債務を1割カットするコリネリウス・ポンペイウス法を通過させた。このような利息政権法は過去幾度が制定されているが、この法と同盟史戦争が下火となったことで危機を脱しようかというところで、ミトリダテスのアシア侵攻が始まり、再度信用収縮が起こった。これに対しては、紀元前86年のマリウス死後の補充執政官、ルキウス・フラックスが、 債務に関するワレリウス法を成立させた。この債務の75%カットは担保である土地価格の下落に合わせたものとも考えられる。親戚のグラティディアヌスも良き人としての義務を果たせなかった。彼がプラエトルの時、五民間たちと共同で効果の基準を定めようとした。当時は効果の価値が乱高下していて誰も自分が本当は いくら持っているのか分からなかったからだ。聞けろ、義務について3.80この信用収縮には、効果の偽造が一役買っていた可能性もある。紀元前85年もしくは84年の首都、プラエトル、マルクスマリウス・グラティディアヌスによる、法務官法が定められたが、これはデナリウス銀貨の鑑定方法を定めたとされ、喜んだ市民は、ローマ中のあちこちに彼の像を建てたという。 これはデナリウスとアスカの交換レートを従来に戻したとも考えられ、偽造を防止することで交換への信用を回復させた。ナイラン語独裁官となったスッラも偽造に関するコルネリウス法を定めている。紀元前126年、レピドスとオレステスが失政官の年。紀元前125年、フラックスとヒュープサエウスが失政官の年。紀元前122年。 アヘノバルブスとファニー、ウスが失政感の年。紀元前95年、クラススとスカイウォーラが失政感の年。紀元前91年、フィリップスとカイサルが失政感の年。紀元前90年、カイサルとルプスが失政感の年。紀元前89年、ストラボとカトが失政感の年。紀元前88年、スッラとルプスが失政感の年。 紀元前87年、オクタヴィウスとキンナが執政官の年、ありがとうございます。